聞いいたせいですは日本のバンドサカナクションンによる楽曲バンドのフロントマン山口一郎によって制作されたこの楽曲は音楽性としてはダンスミュージックやオルタナティブロックの要素を持つエレクトロダンスソングであり4つうちをベースとしたビートで構成されている楽曲はファーストコーラスはダンスサウンドで展開されるもののセカンドコーラスでは バンドサウンドへと変化する。さらにセカンドコーラス後のブレイクでは、楽曲タイトルにもなっているバッハの音楽がフィーチャー、されている。この楽曲は2011年6月、同名のシングルとしてリリースされた。シングルのアートワークは、デザイン集団ヘイトスが手掛けており、デザインはドイツで行われた。ジャケット写真は、山口の自宅での一場面を映した写真と、 楽曲タイトルのドイツ語訳を合わせたものとなっている。この楽曲は音楽評論家から賛否両論の評価を受けた。批評家の中にはサウンド、リズム、メロディといった様々な要素をシンプルに凝縮してまとめた点を評価したものもいたが、一方ではこうした作り方によって楽曲の上感や爆発力が不足することになったと指摘する批評家もいた。 楽曲は日本のフィジカルダウンロードチャート双方にチャートインした。また、リアジ有料音楽配信チャートでは最高位30位を記録した。付随する楽曲のミュージックビデオでは田中祐介が監督を務め、ねじれていく世界が描かれたビデオはエンターテインメント性と芸術性が追求された。ビデオは 薄暗い洋室の中での山口本人と四体の山口の分身、山口人形によるダンスや女優の麻生久美子演じる女性とのラブシーンが繰り広げられる内容となっている。サカナクションはこの楽曲を2011年のコンサートツアー、サカナクアリウム2011、ゼップはライブで初披露しており、さらに楽曲はミュージックステーションやロックインジャパンフェスティバル、 スイートラブシャワーでも演奏されている。バッハの旋律を夜に聴いたせいです。は、バンドのフロントマン山口一郎によって制作された楽曲である。この楽曲は2011年6月28日、バンドの5作目のスタジオアルバム、ドキュメンタリーからの先行シングル、バッハの旋律を夜に聴いたせいです。表題曲として発表されている。同年五月十一日、 バンドはまず録音作業中の楽曲をタイトル未定のまま日本にて2011年7月20日にニューシングルを発売することのみをアナウンスした2011年6月15日続けてバンドは楽曲タイトルがバッハの旋律を夜に聞いたせいですであることを発表した完全に日本語であるこのタイトルについて山口は後のインタビューで ちょっと気になるっていうところを狙ってみたくて付けたもので、自分の好きな日本文学にも通じるものと語っている。バンドは2011年6月25日にシングルのアートワークを公開した。これはデザイン集団ヘイトスによって手掛けられたもので、アートワークのデザインはドイツで行われた。アートワークは深夜に撮影された。 フロントマン山口の自宅での一シーンを収めた場面を背景に楽曲タイトルをドイツ語に翻訳したタイトル文字が挿入されたものとなっている。バークスによればアートワークのドイツ語は現地のドイツ人によって翻訳されたもので写真は彼の部屋でのバッハと夜の日常をドキュメントスチールとして残したものであるという。CD シングルとデジタルダウンロードでは 異なるアートワークが使用されている。バッハの旋律を夜に聞いたせいです。は、2011年6月28日放送のラジオ番組スクールオブロックの中で正式に解禁された。バッハの旋律を夜に聞いたせいです。のブレイクでは、バッハの音楽がフィーチャーされている。この肖像画は、本作のミュージックビデオでも使用されている。 バッハの旋律を夜に聴いたせいです。は、エレクトロ並びにダンスミュージック、オルタナティブロックの要素を持つエレクトロダンスソングである。この楽曲は4つうちをベースにしたシンプルで、軽やかなビートの構成となっており、ロー69のライター古川純基によれば、魚組曲のハイライトを、いきなりがツンと頭に持ってきたような新機軸のアンセム、である。 エキサイトミュージックのライター森友幸は楽曲の音楽性についてバンドサウンド、ロックとダンスミュージックのハイブリッド感もさらに進化とコメントしている。バッハの旋律を夜に聞いたせいです。は、バッハの旋律を夜に聞いたせいです。こんな心というフレーズのコーラスパートから始まる。セカンドコーラスではサウンドがバンドサウンドとなり、 さらにバンドのコーラスワークにより、ボーカルに分厚いコーラスが加わる。ホワット・エスインのライター川崎直子はこのコーラスを合唱団的と呼んでいる。セカンドコーラスを経てのブレイクでは、バッハのシェンバロー競争曲第1番に単調 BWV1052 の第一楽章の旋律がフィーチャーされている。ここでのバッハのフレーズは、 キーボーディストの岡崎英美によって演奏されている。バンドのフロントマン山口による歌詞は日本らしさを意識して書かれている。また、サビの部分のメロディは詩吟をモチーフとしている。バッハの旋律を夜に聴いたせいです。は、音楽評論家から賛否両論の評価を得ている。CD ジャーナルのライターは、うねるベースと軽快な四つ打ちリズムの推進力を しべスマートなダンスミュージックにまとめ上げるセンスに、脱帽とコメントした。ホワット、エスインのレビュアー、川崎直子は、繰り返されるフレーズやサビの合唱団的な分厚い、コーラスに中毒性がある、ポップな仕上がりとコメントしている。リッスンジャパンの小池清彦は、クラブ的なサウンドスケープ、踊れるリズム、時折挿入されるクラシカルなメロディ等々。 溢れるアイデアを果敢に凝縮した一曲とコメントした。スクリームのレビュアー同名妙にともは、雄大な広がりをもって、聴き手を、圧倒とコメントした。ロッキン ON ジャパンのレビュアー小野島大は、四つ打ちを、ベースに、クラシカルなピアノのフレーズや、特徴的なコーラスなどを散りばめたアレンジは、サカナクションらしいと言えるものだが、前作。 ルーキーに比べても音数は少なく、音圧も控えめで、シンプルな印象を受けると批評している。加えて、歌物としての存在感が強い曲になっていると、付け加えている。ホテクスプレスの平賀哲夫は、今作には、多くのロックリスナーの大好物であるエモーションや、爆発力が足りないとコメントしている。日本レコード協会による、リアジ有料音楽配信チャートでは、 2011年7月26日付のチャートにて30位でチャートデビューしている。2週目となる2011年8月2日付のチャートでバッハの戦律を夜に聞いたせいです。は20位順位を下げ50位を記録。3、4週目に当たる2011年8月16日の2週分の合算チャートでは98位まで下落した。 バッハの旋律を夜に聞いたせいです。は2011年7月20日に CD シングルとしてリリースされた後、発売初週に14,871枚を売り上げ、2011年8月第1週付の日本のオリコンシングルチャートに8位で初登場している。バッハの旋律を夜に聞いたせいです。のミュージックビデオは田中雄介が監督しており、 クリエイティブディレクターを北沢桃久氏が務めている。ビデオは2011年7月13日にビクターエンタテインメントの公式 YouTube チャンネルにてフルサイズで公開された。ビデオはねじれていく世界が描かれており、バンドの過去の楽曲アルクアラウンドのミュージックビデオ同様にエンターテインメント性と芸術性が追求されている。ビデオでは 山口本人の他に四体の等身大の山口の分身山口人形が登場し、人形と共に山口がダンスをする他、女優の麻生久美子演じる女性とのラブシーンが繰り広げられる内容となっている。バンドのフロントマン山口は2011年7月24日の放送の J-Wave のラジオ番組時をホット100に出演し、 ディスクジョッキークリス・ペプラーとのインタビューに答えた。インタビューの中で彼はビデオの内容をクラフトワークっぽいと指摘した。これに対して山口は次のように返答した。クラフトワークもライブで本人が出てこないで人形でライブをやったりするじゃないですか。あれってもし真面目にやってなかったら大爆笑する大人の悪ふざけだと思うんですよね。 今回の僕らの PV もちょっと不真面目なところを見せてたらすごい悪ふざけみたいに思われてたと思うんですけどそれを真面目に芸術に見せる努力をすることでよりエンターテインメントになっていくと思うんですよタワーレコードはこのビデオについてビジュアル面でもこだわりを見せる彼ららしい鮮烈な PV に仕上がっているとコメントしている2011年3月このミュージックビデオは スペースシャワー TV 主催のビデオクリップの祭典、スペースシャワーミュージックビデオアワーズにおいて、年間の最優秀作品に与えられる大賞、ベストビデオオブザイヤーを受賞した。ミュージックビデオは、バンドのフロントマン山口の顔のアップから始まる。その後カメラが、少しずつ引いていき、その映像が鏡に映った薄暗い洋室で椅子に、座りたたずむ山口であったことがわかる。 続けて、山口は、楽曲タイトルにもなっている、バッハの旋律を夜に聞いたせいですというセリフを歌い始める。途中、サブリミナル的に一瞬、バッハの肖像画が映し出される。その後山口は立ち上がって移動し、自身の立ち位置の左右にあるバッハの肖像画とともに直立する。左右の肖像の前から山口が移動すると、壁が開口し、 そのままコーラスへと移行する。コーラスでは山口の分身である山口人形4体と山口が奇妙なダンスを踊り始める。その後も山口と人形のダンスがしばらく続き、次の場面では山口人形によって肖像画を描かれる山口、山口人形と山口による目玉焼きの食卓を囲む光景、椅子に座り、 新聞を読む山口人形と山口といった奇妙な共同生活が描かれていく。さらに別の場面では椅子に座って歌う山口の後ろでダンスをする2体の山口人形が描かれる。加えて異なる別の場面では麻生久美子演じるチャイナドレスの妖艶な女性が山口人形にキスをしている。それを見た山口は人形を取っ払い自分自身が 女性にキスをしようとするが、いざキスをしようとした瞬間、ドアの隙間から黒い肌の何者かがその様子を覗き込んでおり、ハッと山口がその方向に振り向くと、女性は丸太のようなダミー人形に変わってしまっていた。直後、覗かれていたドアがガタンと閉まってから山口がダミー人形を見て立ち尽くした後、黒画面にバッハの旋律を夜に聞いたせいです。と表示され、 蓄音機が再生を停止してビデオは終了する。バッハの旋律を夜に聞いたせいです。は、バンドが2011年6月に、計6公演を行った、コンサートツアー、サカナクアリウム2011、ゼップはライブで、初披露された。このツアーでは、楽曲は、セットリストの12曲目に演奏された。ロー69のライター古川純希は、 2011年6月28日の最終公演のライブレビューの中でこのパフォーマンスについてあまりに壮大で未体験なサウンドスケープを前に曲序盤のオーディエンスは圧倒されその不可逆性から立ち尽くすしかなかったが徐々に突き上がる拳の数は増え一体感を増して巨大なうねりとなって楽曲が浸透していく様は今夜のハイライトだったとコメントした ルーオージオグラムのライターは2011年6月28日の最終公演の楽曲のパフォーマンスについてめちゃくちゃ刺激的とコメントした。この楽曲は2011年7月22日放送のテレビ朝日系の音楽番組ミュージックステーションでもパフォーマンスされた。バンドはロックバンドスタイルではなく サンプラーなどのデジタル楽器を持ち、横一列で演奏を行った。ロッキン ON ジャパンの古川進はこのパフォーマンスを、すごいインパクトだったと評し、さらに、いつもこういう編成で演奏してるバンドだと思われる。リスクなど気にせず、とにかくテレビ視覚的に面白い見せ方を考え出して、勝負したのがサカナクションらしいとコメントした。 楽曲は2011年のロックインジャパンフェスティバル2011年8月5日の公演でも披露された。バンドはバッハの旋律を夜に聴いたせいです。お2011年のスイートラブシャワー8月28日の公演でもパフォーマンスし、楽曲をセットリストの4曲目に演奏している。この記事は以下のカテゴリーでも参照できますイヤーズに関するカテゴリー。 ありがとうございます。